で全部私のせいだと思うんですよ。ありがとうございました。大丈夫、あの、ね、私が秘密結社に狙われてるんでね。いや、なんかそうやって混ぜ、こう混ぜ返してくださるコメント見ながら、すごいなんかありがたいなって思って若林さんと話していたところでした。では、再開させていただきます。若林さん、あの、先ほどのトレンドラインの話なんですけれども、